ます。今日はですね、なんと、憧れのディスクユニオンさんがですね、撮影許諾をしてくださりまして、念願の、レコヤでの撮影という、これもうずーっと、このチャンネルをね、初めてやりたかったことなんです。レコヤで撮れる動画の、まあ、1本目ということで、レコヤのこの入門みたいなね、皆さん、レコードまだ買ったことないよとか聞いたことないよって人、初めてレコード屋に行った時何をしたらいいのかっていうのをね、ちょっとこの動画で紹介できたらなと思います。で、ちなみにですね、こちらの店舗ディスクユニオンさんの、ロックレコード店で、新宿にある店舗ですね、最もレアくて状態が良くてみたいな、そういう、まあ、ざっくり言うとですけどね、そういう商品が、集まっている店舗となっております。こちら、5階でして、5階はビートルズ他、あとオールディーズとか、あとジャパニーズロック、あとか、サイケ、AOR とか、そういうのもね、置いてあるフロアになっております。じゃあちょっと早速ね、いろいろ見ていきたいですね。ミュージック！入り口こうパーって入るとですね、まずこういう風に陳列してあるやつ。こう、表向きにね、ジャケを陳列してる、ここら辺のレコードがもう皆さんの憧れを集める、まあ、いわゆる壁レコというやつですね。まあ、希少だったりとか、状態が良かったりとか、そういうね、まあ、レアくてちょっと高価なやつがこう、パーって置いてあるわけですよ。例えば、こちら、シュガーベーブの当時の帯付きのアルバム、プロモ版ですね。これ4万5千円。ね、ちょっとマニアの世界にも入ってくるかもわかんないんですけども。まず、レコヤに来て1個知っておいてほしい知識、版質の読み方、こう、ラベルがついてるわけですね。それに色々、情報が書いてあります。例えば、この犬、飯食うな、ここ、帯付き。で、ここに EX プラス、EX プラスってあるんです。左側が、ジャケの、状態。で、EX プラスもかなりいいよという。で、続いて右側が、版ですね。EX プラス。これもかなりいい。で、例えばこっち、13フロアエレベーターズの、これセカンドですけども、これ US オリジナル。ジャケちょっとかすれてるじゃないですか。だからこれは、ジャケた、ベリーグッドプラスプラス。版は EX マイナスと。で、他にもですね、こう見ていくと結構いろんなこと書いてあって、ライナーのみとか、逆にこれあのサディスティックミカバンドですけど、バンシさんとニアミントマイナス。だからもう最もいいぐらいのやつですね。もうこれより上は、まあ、ニアミントより上はもうシールド。要は未開封ってことですね。それに準じるぐらい綺麗だよっていう。かなり細かいところまで書いてあります。店員さんの手書きのコメントとかね、書いてあったりとかして。キラーファズガレージとかよく7インチとかホッペンとそういうのね書いてあります、ね、このなんかお客さんとの距離の近さを僕ディスクユニオンさんのね大好きなところ、もうちょっと見ていきましょうか。ここら辺がジャパニーズロックのコーナーですね。50音順にこう並んでて、まあ、こういうところにあるのはワンコインで買えるレコードとかもあったりとかして、まあ初めは多分ねこういうとこから始まった方がいいと思いますね。やっぱなんかいきなりこんな高いのを買って針とかもやっぱり最初はあの落とすのも練習とかいると思うんで、まずはおすすめはこういうところから入って自分のね、好きなアーティストのレコードを、ね、オリジナル版とか特にこだわらずに買うのが僕最もいいと思います。こちらが今度7インチ、シングル版のコーナーですね。まあ、この辺例えば俺が大好きで集めてるフィルスペクターとかのコーナーもありますけどね。ぜひ7インチ非常に音いいんで皆さんね、そっちも興味持ってほしいですね。LP だけじゃなくて、こっちはこっちで面白いよという。最近だとハッピーエンドの再発とかもね、あったりとかして、こう、アイテムとしても非常に可愛い、楽しいですね、この辺ね。オバキュー温度が今日の僕のおすすめです。で、やっぱビートルズのフロアなんで、ビートルズが超あります。もうこの辺ざっと。この辺はソロですね。で、向こう行くと、ビートルズ国内版コレクターがね、いらっしゃる一個のジャンルですね、国内版。そして、こっち、この辺の壁にあるやつはすごいですよ。オリジナル版とかですね。他にも、ちょっとレアい外国の、これだったら、フランスのとかですね。フランスのビートルズ、これ、17万円しますよ。超レアもの。むちゃくちゃレアなやつは、こうやって、なんでそれがもうやべえか書いてるんですよ。注釈がある。これだったらもう、例えば読んでみますけども、まあ、58万円。米国アイテム中、間違いなくトップクラス難易度を誇る、イントロデューシングザ・ビートルズのステレオ版とのことで。これはですね、ビートルズ、米国での流通がキャピタルレコードだったんですけど、そこと契約する前に BJ ってとこと、契約してて、まあ、そこから出てた、アルバム。かなり入手困難なやつの、ステレオ版。まあ、当時モノの方がね、主流だったんですよね、ステレオと。まあ、さっき聞いた話のも完全受け売りです。はい、この辺とかもね、まだビートルズはオリジナル版全部持ってないんで、もう本当にもう今すぐ万引きしたいって思うようなのが今いっぱいあるんですけど、まあ、特にこれ、まあ、万引きしたところでこの辺は
中身入ってないですけどね。これがもうすごい。Please Please Me のモノラルゴールドパラフォン、ね、これ。これ当時のですよ。リバプールでブライアン・エプスタイン、ビートルズのマネージャーがやってたお店のショッピングバッグっていうかね、ついてくるという。で、これビートルズの Please Please Me のね、モノ、ゴールドパラフォン、もう音がめちゃくちゃいいって有名で、ただね、高いんですよね。俺聞いたことなかったんだけど、さっき店員さんのご厚意でちょっと聞かせてもらって、モノラルバリでね、聞いたんですけど、やばい。ちょっと知りたくない世界だったかもしれないですね。音良すぎて。これ、オカルトじゃないんですよ、マジで。値段が高い理由があります。まあ、プレチみたいなもちろんついてますけども、ちゃんと音いいです。マジです、これは。はい。じゃあちょっとですね、実際にこのレコードを買いますってなった時に、盤の状態とかどうなんだろうみたいな。盤質 EX- って書いてあるけど、好きな曲のとこに傷ついてたら嫌だな、とかあると思うんですよ。そういう時は、勇気を出して、店員さんに聞いてみましょう。お会計の時に盤の状態確認しますかって聞いてくれると思うんで、その時にお願いしますと言ってね。まあ初めてそういうのやった時は盤の状態とか正直わかんないし、なんかこの傷とか見てもわかんねえよとか思うんだけど、そこまで伝えちゃって僕はね大丈夫だと思うんですよ。正直僕そういうのちょっとわかんないんだけど、どの辺が傷ついてるかとか教えてもらえますかみたいな。それぐらいのこと言っても多分ねフレンドリーに教えてくれるかと思います。じゃあちょっと早速プロセスをやってみましょうか。じゃあ和球温度を、あ、ちなみにこれ僕今勝手にやってますけど、壁レコは店員さんにちゃんと出してねって言った方がトラブルがないと思います。壁レコはあれちょっと欲しいんだけどって言いましょう。僕みたいなことしないでください。これお会計でお願いします。こちら状態の確認なさいます。お願いします、はい、ありがとうございます。こうやってね、出してくれました。この時にですね、溝のところを手でベタベタ触ると絶対変えよって多分そんなことないそうです。まあでもやっぱりね、一応これでもレコヤとか関係なくレコードを扱う上での基礎中の基礎なんで、こうやって出してこのラベルのとこをこうやって持ちますね。はい、でこうやってふむふむみたいな感じで見るわけです。なるほど、ちょっとホコリかぶってるけど盤自体の状態はクリーニングしたら良さそうだなみたいな、そういうのね見ていきます。こう縦にちょっと傷入ってるなみたいな、でもこれだったら音は飛ばないだろうみたいな、そういうのね。まあここちょっと経験値的なところもあるんですけど、聞いてみることもね全然いいと思う。例えばここの縦のやつうっすら入ってるけど、これぐらいだったら大丈夫ですよね。そうですね、結構浅い傷なので大丈夫と、良ければ視聴。お、そうなんです。視聴をすることができます。こうやってですね、でちょっと視聴器使ってもいいですか。でね、僕オバ級温度はやっぱり B 面が好きなんですよ針を落としていって、まあこうやってね聞くみたいな、そういうことが、できます。意を決してですね、給料を1年間貯めて清水からも飛び降りる気持ちで僕はゴールドパラフォンビートルズを買いますって時に、家帰って聞いて、うわ大好きなアスクミーホワイの2個目のサビがちょっと音悪いみたいな、そういうことないために、ね、主張するわけですね。高い買い物ですからね、そういうのは。でも、オバ級温度、まあ、これ1000円ですけど、オバ級温度ぐらいの価格帯でも全然主張して OK だと思うんで、そこら辺気軽に行きましょう。全然レコヤ敷居高くないですよ。ありがとうございます。もうちょっと状態いいの出たら買います。あ、かしこまりました。はい、みたいな、そういう。ね、会話があったりとか、あ、全然これでも普通なんで、もうちょっと状態いいのが良かったなみたいな、全然普通の会話なんでもう OK ですよ。それはもう変わらないって選択もありです。いかにいい盤を手に入れるかっていうところでみんなやっぱりね頑張ってるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。という感じでですね、まあなんとなくちょっとレコードの購入のプロセスが伝わったかと思うんですけども、じゃあ今度もう一個下にフロアがあるんで、そっちもちょっと見ていきたいと思います。俺はよ、ここら辺暴走してるからよ、いつも帰ってこいよ。ブン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 、あ、ポジション危ないよ、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 はい、ということで、4階の方に、参りました。じゃじゃん、なんとミノミュージック番外編なんか書いてあります。俺の名前だ、俺の名前が書いてある。そうなんです。実はですね、ディスクユニオンさんで、トークライブさせていただきまして、こんな嬉しいことない。もう10代の頃から僕もう通い詰めてるお店なんですよ。それがもうこの年になって仕事を俺ディスクユニオンさんとしてるぞっていう、ね、ちょっとそういう感慨深い気持ちになったっていう。はい、これちょっとこれ見てください。これはい、こちらなんとこんな素敵なね、まあ、ポスターを作ってもらったんですよね。もうこれ昨日普通に買い物客としてね、昨日普通に来たんですけども、これがねもう飾ってあって、目の高鳴りをどうしたらいいんだろうってね、そういう気持ちになりました。はい、この辺もうすごいぞ。ニック・ドレイク、ピンク・ムーン、
星11万ぐらいしますね、でもね。うわ、ジェフ・ベック、トゥルースの俺国内版帯付き初めて見たかもしれん。こんなロゴが入ってるんですね。69年ニューロックシリーズ。レコヤのね、好きなところはなんかこういう風にこう見ててすごいね、勉強になるんですよ。高校生の頃とかもね、あの CD、当時 CD をね、すごいリスキューに買ってて、やっぱこのライナーとか書いてあることとか、こういう注釈とかね、読んで、すごい勉強になって、非常にね、フィジカルとこう向き合って、情報を集めるってね、すごく楽しい体験だと思います。この辺は結構パンク系ありますね。ちょうどこの間動画で扱ったあたりね、ピストルズ2400円とかね、もう非常にお求めやすい金額でも国内初版ですよ。本当に肩肘張らずに楽しんでいただきたい。これオープンリールっていうねジャンルですね。まあ要はテープ。ただオープンリールもまた奥が深くてめっちゃ音がいいっていう噂なんですけどね、僕はちょっとこれ知らない世界で、あとカセットとかもありますね。そして学生の味方です、これ大特価100円コーナー、こういうとこからわーって掘るわけですよ。あった、これ見つかったぞって、そういうディグルってやつですね。要はディグルのもまた一個の楽しみだと思います。壁レコだけじゃありません、楽しみの。そしてですね、アクセサリーとかも結構充実してまして、まあ、例えばこの辺とかね、レコクリーン。僕も使ってます。ディスピニオンさんの。まあ、この辺ね、クロスとか。鑑識のクリーナーですね、これは。四式鑑識。この間、東洋化成の本音さんに教えてもらったやつです。はい。あと、この辺、この辺のコーナー俺非常に好きで、ロック関連の書籍のね、新しいやつで、目玉のやつは大抵ディスピニオンさん。置いてくれるんですよ。例えば今だったら、ブライアン・ウィルソン自伝の、まあ、真相版が出たとか、そうなると大抵置いといてくれる。そういうところ素敵。そしてこの辺カバーですね。カバー、この辺はやっぱりね、どうしても必要になるから、僕はいつも切らしたらディスキュニオンさんでレコード買う、ついでにこの辺を買うという。はい、ということでですね、やっぱり皆さん気になると思うんですけども、一番この店高いレコードって何なんだろうって、ちょっと店員さんに伺ってみましょう。山本さん、はい、お世話になっております。で、このお店で一番高いレコードって何ですか？ただいまですと、こちらのザ・フーの、ザ・ライフハウス。こちらになります。ちなみにお値段は？お値段はただいま80万円。80万円車買えますね、はい。まあこれでもね、むちゃくちゃレアなんです、ライフハウス。フィールドタウンザンとかで、まあこう構想してた幻のコンセプトアルバム、まあ結局あの未完となりまして、それのために書いてた曲がフーズネクストとかに繋がってくるんですけども、この内容もうこれでしか聞けない。まあ CD では今はねもう聞くことができるんですけども、レコードではこれでしか聞けない。まあこれもうテスト版なんですね。アセテート版ということで、もうテスト、正式なプレスじゃないということでね、まあ、納得のレア度というか、こんぐらい高いよねって感じのね、ものですよね。まあ、一点物になりますね。一点物。はい。ちなみに今まで他にこれと全く同じの見たことあります？ディスクユニオン当社では入荷は初になります、ね。入荷初世の中でもなかなか出ないものだと思います。なるほど。思われます。はい。ちなみになんですけど、ちょっとわがまま言ってもいいですか？はい。見せていただくことって、大丈夫でございますので。本当ですか？はい、カウンターにてご用意しておりますので。じゃあちょっと、そのね、80万円のザフのレコード、見させていただきましょう。こちらが、それの現物ということで。はい、そうです。なんかいろいろ手書きでサラサラサラと書いてありますけど、これは、なんか、当時のレコード会社の方とかなんですかね。そうですね。おそらく。デモレコーディング。ちょっと緊張感漂いますね、これはね。怖っ！車ぐらいの金額ですけど、車の何十倍も繊細ですからね、もうこれ非常にちょっと緊張してきた。ピュア&イージー、ビハインドブルーアイズ。これしかもなんと、ダバオライリー、あのインスト版らしいですよ。だからもう、バージョン違いってことですよね。そういうのが入って、まあもう、そりゃレアい。ちょっとじゃあ番を聞いてもいいですか。おぉ、だからめっちゃ緊張してきた、やばい。Going, getting in ten, going mobile。ありがとうございます。はい、ということで最後ね、特別なものを見せていただいちゃったりとかして、素敵なディスキュニオンのね、取材体験というか、僕は多分一番楽しんでたと思います。まあ、こんな感じでね、レコードや肩肘張らずに気軽にぜひみんな来てほしいです。もう本当にレコード楽しんでね、この楽しさみんなに知っていただきたい、そんな感じでございます。それでは、君のところ